テロップ売ってます。テロップこんばんは、どうも。うん、ホロマンさん、レインボースターありがとう。うん、今日方むず。31人。ラミチンさんと、モーさん、ありがとうございます。二人とも、今月もありがとう。ありがとう。こんばんは。ピンクカメラさんファンレベル8、ナカミさんファンレベル8、ぽよよん星人さんファンレベル7、ありがとう。やすのりさんもファンレベル7、ありがとうございます。村井富夫さん、100回目の訪問、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。これお昼の配信の分のタワー。ホロマンさん、モフネコキスタワーありがとうございます。ありがとう。ね、モフネコキス、嘘、モフネコキスありがとう。猫ありがとうございます。風と海とさん、スタフラタワーありがとうございます。はい、どうありがとうね。ありがとうございます。以上。初見さん、コメントありがとうございます。ありがとう。ちょ、喉やばい、喉やばい。やばいよ、舐め舐め。こんばんは、どうも。よいしょ。なんかしてる？ちょっと治ってる。133ファンレベル9、おけさファンレベル8、ありがとう。ありがとうございます。あとも残ってもありがとう。ゴンテロさんファンレベル7、ありがとう。ママンどうも。ママンチームよく来てない。ありがとう。かわいいよね。ブロス。マイチュンさん、100回目の訪問、ありがとうございます。ありがとう。エオーネさん、ファンレベル6、ありがとう。
ゾムの方もありがとう。こんばんは。ここポンスさんファンレベル8ありがとう。今日方も偉い。胸プゲ、いや筆談ってこと、絵の具材を出すの、ホワイトボード、こんばんは。二度目の方ありがとう。エイティソンウルーさん、なんでもかかんない、ワンレベル5ありがとう。世界素敵よかったら常にめんどくさい。常にめんどくさいって言ってるってこと、まあ確かに確かに。うん、こんばんは。アツムの方ありがとう。かわいいフリフリがたまにやってる、これかわいいよね、フェイス。まだまだ臭いの、違う、めんどくさいね。大事だから最初。省略できないから、そこメイドさんかと思った、この服違うよ、ブラウス、フリフリのブラウス。こんばんは。午後は暇でした？何してたの？お家いたの？二度目の方ありがとう。モスコルさんファンレベル6ありがとう。うん、めんどくさいさんは夜ご飯ないと、めんどくさいさんは何と言うかな、何食べよう、決めてないです。夜ご飯何がいいかな。何食べよう、一緒に待って考える。ユダイナさんありがとう。この子の、確かにこの子かわいい。二度目の方、つもの方、ありがとう。受け入れるんかい。さすと、なのちゃんさん、ファンレベル7、ありがとう。スパゲタ、うまかちゃん。両方いいね。でも両方、スパゲタ、コンビニとかで買ってきてどうぞ。多分、うまかちゃんはない。うん、ほんとだ。100万ポイント達成ありがとう、みんなありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとう、ありがとうございます。雨がすごいので外出たくないじゃん。え、わかる、そうだからどうしようかと思ってる。でも家にあんまさなくって、お米ぐらいもうないんだよね。どうしようかな。BPM さんファンレベル7ありがとう。二度目の方、ツムの方もありがとう。フォローもありがとうございます。こんばんは。雷鳴ってた。そんなに雨ひどいの。こんばんは。春巻きあげた。いいな、春巻きめっちゃ好き私。美味しい。白米に水かけて食べよう。やだよ。やだよ。しないです。こんばんは。二度目の方ありがとう。雷大丈夫だね。大丈夫。大丈夫な人。
ママさんファンレベル7ありがとう。冷凍食品のストックない。ないよ。食べるもの買ってきてないんだよね。何食べよう。ちょっと出たくないんだけどさ、雨降ってるから。どうしよう。クマを食わずにおかゆ食べよう。いや、米と米じゃん。やだよ。やだよ。ご飯の友。なんか、ふりかけあるけど。でも、ふりかけとさ、ふりかけご飯だけってちょっと嫌じゃん。なんか、夜ご飯、ちょっと食べたいんだけど。まあ、確かに卵あればね、いろいろおかず作れるけど。ないんだよね。一時的だけど、雨すごかった。そうなの？撃たれても雷に撃たれるのは嫌だよさすがに。貧乏飯的なのたまに食べること、え、ある、全然あるよ。昨日の夜ご飯はちょっとめんどくさくて、ご飯冷凍してて、その冷凍してるご飯と漬物、もう漬物もないだけ、ちょっとめんどくさかったから。お昼ご飯は、とろろそば食べた。スーパーナッツ。うん、よかった、むず。34人。ヤマケンさんと、まあ、いっかさん、ありがとうございます。今月もありがとう。ありがとうね。みんな目の方とお腹がありがとう。米を醤油みりんで炊いて、おにぎりに焼けば、焼きおにぎり。それはめんどくさいな。あの火を使うのが野菜食べてなさそう。あんま野菜食べないかも。嫌いなわけじゃないけど、漬物普段食べない。てか家に漬物たまに作ったりする、買ったりするんですよ大根の漬物。ママ、デリバリー頼める。デリバリー、でも雨降ってどうやってくれるのかな。いける？ベストルと野菜が欲しくなる。そうなの？いいじゃん、健康的。朝本の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうもん。デリバリーやってたかと思ってた。前に雨の日にさ、しようと思ったら、なんか、やってなかった。やってるんだ。後で見てみよう。キラ、こんばんは、たまん。やほー。今、デリバリーですると、漏れなくつぶぬれでやってくるから、罪悪感もついてくる。確かに。ウーバーで麻婆丼？麻婆丼美味しそう。いいな。後で見てみるか、デリバリー。ゾムの方ありがとう。たくさん食べて優しさになる、優しさになろう。何のこっちゃ。最新スターズ。何がいい？ナス。雨降ってる、頼めないデリバリーある、なんか注文組み合ってますみたいなんでて頼めない、うん、ママのもんお供の方ありがとう。雨だと出なかったりする、出なかったりできなかったりする。野沢宗さんファンレベル9ありがとう。こんばんは。どうも。
ふたご大中さん無理だよ。こうやってるからだって別に電話した、いや、そういう表情出てるだけでしてないのよ。してない、してないんだよ。どこもできなくなっちゃうの、その店舗だけとかじゃなくて全部できなくなったりする。こんばんは、メロさんファンレベル5ありがとう。フランさん、松崎さんもファンレベル9と5ありがとうございます。こんばんは。デリバリーできない、デリバリーってのはデリバリーじゃない。何言ってるんだ何言ってるんだ。狭くてあれちびきおかちゃん、何言ってるんだ。前に電話してあげるから、とりあえず注文と住所を。やだよ、やだ。うん、みやさんファンレベル5ありがとう。こんばんは、どうも。こんばんは、どうもの方もありがとう。ありがとうございます。うん、良くなってきたかも。始めた日よりも、こんばんは、主権さんコメントありがとう。スタバの新作飲んでない、バナナって言うんだ、飲んでないです。美味しいかな。ラーメンラバーさんファンレベル6、ピアコンさんファンレベル5ありがとう。よくなってる、なってない、配信の時より気持ちよくなってきます。マクレダイさんファンレベル5ありがとう。ナンバーご飯じゃない、わかってるよ。こんばんは、どうも。こんばんは、ヤッホー。ニトノさんが2万ポイント切った。ありがとう。こんばんは。ごめんなさい。謝らないでよ。うん。こんばんは。どうも。何食べようかな、あるご飯。決めてない。2度目の方ありがとう。こんばんは。喋るの辛くない、大丈夫。歯が詰まってきてるね、嬉しい。今切ったここでひっくり返せるか、ありがとうね、みんな。こんばんは。冷やし中華、あ、冷やし中華もいいね。あっさり系もありです。卵スープも作れない、卵ないから、ね、あれも買わなきゃいけない。ウェイパーも全部使い切っててさ、ウェイパーも買わなきゃ作れない。あれ、アロレッキーさんファンレベル6、アイムーショさんファンレベル7、ポテコさんファンレベル6、タコナサオリンチさんファンレベル6ありがとう。あとも、ニワトリ買えば、うるさいニワトリ買っちゃったら。あ、ケチャップも買ってないや、忘れてた、完全に買わなきゃね、ケチャップ。前ケチャップ炒めをさ配信で作って切らした、もうなくなった。
バでフードメニュー頼んだりはするよ、たまに。スタバのキッシュが好きで、たまにだけど頼んだりする。ライトミオさん、ファンレベル6ありがとう。こんばんは。ゾウムの方ありがとう。そう、やっぱないんですよ、買わなきゃ。卵スープペーパー使うからさ、ペーパーないと作れない。うん、ナウタさんファンレベル6、ウレッシースーさんファンレベル7あれだ。でもニャツロースしかなかない。あ、そうなの、知らなかった。でもあんな買うスペースないよ、ニャツリ大変だよ。スペースないよ。ないです。みんなのファンレベルが順調に上がってね、嬉しい。ありがとうね、みんな。 662BPM さんファンレベル5ありがとう。みんなありがとう。こんばんは。共同生活にあたりとの、やだよ、嫌だ、ちょっと嫌だな。猫がいいよ。猫とがいい。行かないなら枕元で飼っても、嫌だな、疲れそうじゃん。寝てて、いや、さすがに部屋の中では飼いたくないな。いつもの方ありがとう。よしおさんファンレベル9、としさんファンレベル7ありがとう。ありがとうございます。猫は食べれないから、そんなニワトリ食べるというか、残酷だ。卵だけじゃなくて、鶏肉にしちゃうの最後。やだよ、猫は食べれないけどいいんだよ、そんな食べるために感じないから、癒しですよ猫は。ユージさんファンレベル7ありがとう。こんばんは、どうも、やっほー、こんばんは。うん、命の授業やだよ。おいちゃんさんファンレベル6、特別警戒中さんファンレベル7ありがとう。ニワトリ飼ってファーストラブ一緒に歌ってるニワトリと、いや、ニワトリ部屋の中で飼う人いるの、いないっしょ、やだよ。韓国なら犬と、あ、そうなの？って犬と、知らなかった。まあまあ、ハズムの方ありがとう。小松姉さんは飲む生活、ニワトリはいいや。うん。ニワトリ追っかけ担当、やだよ。やだよ。いやだよ。うん。わん、あつもの方ありがとう、たまーん。よいしょ。猫とニワトリを一緒に飼えばいい？猫大丈夫かな？やだ。二度目の方ありがとう、こんばんは。こんばんはんわん、こんばんはんわん。一猫二鳥、うん、意味わかんない。意味わかんない。ケイチーさんファンレベル9ありがとう、こんばんは。どうもーん。こんばんは、どうもーん。こんばんは。どうもニワトリに唐揚げ食べさせる、やばすぎる、しないよそんなこと。二度目の方ありがとう。カンタムさんファンレベル6、リョウさんファンレベル8ありがとう。ありがとう、こんばんは。二度目の方ありがとう。鳥手も好きだけど、ニワトリは飼わない。なんでニワトリさ、
飼う方向で言ってるの。そうないです。のんちゃんさんファンレベル6、あやと、いつもの方もあやと、うん。こんばんは。豚がとんかつ食べるのでしょ？豚がとんかつ？豚が、うん？豚がとんかつ食べないよ。あ、言ってるんだ。お疲れ様です。お疲れ様。曲の奏で食う筋が一番前から曲頭に持ってほしい。嫌だよ。嫌だよ。逆ならいいけど。なんだよ。のんちゃんさん、ファンレベル7。ありがとうございます。何の声だったらね、早くよくやってほしい。ダメだな。こんばんは。いつもの方ありがとう。どうも。こんばんは。ヤナトリの名前もコロちゃん。やだ。猫と一緒、それ。もう一個のダメなの、この。ニャトリ飼って毎日鳥天生活。やだよ。ニャトリさばけないよ。おいたかさんファンレベル8。ランタンさんファンレベル7。くまさんファンレベル9。ありがとう。一番マジでよく方も食べてほしいからごちそうさせてほしい。ごちそうしてくれるの？それは嬉しいな。2度目の方、トムの方ありがとう。鈴木一郎さんファンレベル6ありがとう。早く、本当に本当にこんな治らないと思わなかった。すぐ治ると思ってた。カニミソさんファンレベル7ありがとう。これならめんどくさい食、めんどくさい、ちゃんとめんどくさい、ちゃんと食事ができる。確かに、おごりなら外食たまーにってやつとだね。よくくさんファンレベル5ありがとう。喉長引く、やだな。いつもの方ありがとう。今はのなり悪かったよ。そうする、病院行く。悪かったよかったね。うん、初見さんコメントありがとう。フォローもありがとうね。うん、久しぶりに来てくれたのかな、このルーム初っぽい。ありがとうね。こんばんは、どうも。こんばんは、やっほー。画面が入ってる。いつもの方ありがとう。こんばんは、どうも。よかったの、なに？なに？皆さん、初見の方と同じコメントしても初見にはならないんだよ。こんばんは。雨がどっちの、雨がどっちのほっぺにあるかクイズ。いいよ。いいよ。しないよ。かわいい。去年のジムアートライブ、夜々入ってます。ありがとう。
ありがとうね。2度目の方ありがとう。嬉しい、来てくれてありがとうございます。病院でも先生殴っちゃダメ。殴んないからやめてよ。うん、たけしさんレインボースターありがとう。まあはネロさんファンレベル6、あけいこさんファンレベル7、打ち上げさんファンレベル6ありがとう。あ、ダンス全部、あ、確かにそれのやつか。びっくりしたな、見たとき。まさかそっちだと思わなかったよ、自分も。まさか、普通に可愛いの方かと思ってた。ダンスの方だと思わなかった。クワンクワンさんファンレベル6ありがとう。たまさんにスーパーマーケットシミュレーター実況してほしい。スーパーマーケットシミュレーター、なんか聞いたことあるの。見てみよう。じゃあめっちゃかっこよかった。ね、大変だった、あのエスケープが。まさかそれからラッパーになるなんて誰も想像してなかった。ラッパーにはなってない、なってないよ、なってないです。ふみやさんファンレベル6ありがとう。アトムの方もありがとうございます。エスケープターンめっちゃかっこよかった。ほん難しかったよあれ。私だけでエスケープを初めての人が難かった。ハルキーさんファンレベル6ありがとう。ありがとうございます。ティートのさ1万ポイントぐらいだ。ありがとうみんな、ありがとうね。努力の賜物、ありがとう。いいねいいね。ライジングさんまあ似たふりあるけど、サビサビね、エスケープの言ってた、その先生がレースの時の、その時にその振りが流行ってて、ライジングさんの、ライジングさんだっけ、あのエグザイルさんのあの振り、多分それだよね。うん、でライジングさんはの振りは足を後ろに蹴る振りなんだって、言っちゃったっけな。でもエスケープは足を足前に蹴る振りなんだって。難かった。アトムの方、2度目の方ありがとう。マクリザシさんファンレベル6ありがとう。たまラッパーになったの、違う、ラッパーにもラッパーにもなってない、違いますから。やっぱ練習中違うよ、違うよ。おまんまとも、こんばんは。確かに違う、今気づいた。エスケープとライジングさんのこれ気づいた、ちょっと違う、でもむずい。2度目の方ありがとう。テレビでネモハムルーム踊ってるの見て興味ないな。ネモハム、なんか公演用のやつ、レッスンは出てたんだけど、あの公演のアンコールやってたじゃん。でもその期間に結局公演出なかったから、でもはもう公演で踊んなかったけど、テレビでね、嬉しかった。あ、だからネモハも踊るなって思わなかった。もう公演でさ踊んなかったらもうないのかなって思ってたら、テレビ歌番組でも踊れたし、あとコンサートで何回か踊ったよね、2回ぐらいあったよ、全員でネモハも、全員でネモハも来ると思わなかった。
全員でダンス曲。文太郎さん、会いに行きました。ファンレベル8ありがとう。タコーナさん、オレンジさん、ファンレベル7ありがとう。2度目の方もありがとう。ポコポンスさん、ファンレベル9ありがとう。デモハマとてもな、デモハも難しかった最初レッスン。今でも踊るのはカラオケ流して踊ってみて、歌わないで踊ってみて。いや無理よ、いやじゃあ踊らないよ。うるさいって言われちゃう。いつもの方、二度目の方ありがとう。悪くてかっこいい玉神神ありがとうな。テレビの番、テレビの歌番組出るって通知来て、7号がめっちゃざわついてた。え、そうなの、ざわついてたの。うん、今日買ったむず30、どこ行った、36人、ありがとう、ありがとうございます。こういった幻さん、ありがとう。なあ、よしおさん読めてなかったか。35人目、よしおさんありがとうございます、ありがとう。なんか飛んじゃってると、こんばんは。夏物の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。スピーナさん違うかな。スピーナさんはレベル6。ピアコさんもファンレベル6。スモさんも、スモさんはファンレベル8。ありがとうございます。ありがとう。うん。お店の司会とか出てた。絶対無理。たまら。今やってじゃないね、出たの。あの、ザ・ミュージックで。ドラマのギョーちゃん教えてよかった。ありがとう。ありがとうね。こんばんは。あ、スピーナさんで会ってた。よかった。滑舌はいける？何が？司会？そんなよくないよ、滑舌。手間の許可もしていきます。ありがとう。ありがとう。可能ですけど、何？可能ですけど？何か。可能やすさん。名字みたいになってる、それ。かねやんさん、ファンレベル6、ありがとう。タムリさん、タムリ。ちょっと無理あるよ。夏アモの方、ありがとう。こんばんは。かわいい、ありがとう。ありがとうな。おばちゃんが歌番組の司会やろうって、どうやってそうなったの。できないよ。できないよ。うん。いつもの方ありがとう。サインにかなわって書いてほしいので、サイン会してください。サイン会。はい、いつか覚えてたら、かなわって書くよ。諦めないで司会。いや、無理だよ。無理ですよ。まあまあ、とも。やっほー。いつか？じゃあ5って言うわけじゃない。今度ねって、またいつかってことだよ。いつもの方ありがとう。こんばんは、とも。エンドマのひょがちゃん、持ち出してくれてありがとう。こちらこそだよ。ありがとうな。ジョノさん、ファンレベル7、ありがとう。お、許可たむず37人。ありがとうございます。バトニーさん、今月もありがとう。ありがとう。ファンドの名字は、妙盤にするか。ペプハット制覇妙盤温泉。またちょっと難しい感じ。
うん、やすさん、アイレターたくさんありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。まま。ネズミキャンさんファンレベル8。ママさんもファンレベル8。ありがとう。卒業してからタモに近づけたと勝手に思ってる。こっちの方が距離感近い、前より。あ、ほんなが本日3回目のチャンピオン。やっぱ全然忘れてた。LGS のプロリーグ。見なきゃな。プロリーグから見た方が面白いからな。LGS は。アトムの方ありがとう。こんばんは。うん。どうもなんとメカで MC タンパクタしないよ。しないよ。ロアちゃん寒くないですか？寒くないよ。扇風機つけてる。そうかな、扇風機は。こんばんは。次が本日の最終戦。あ、そうなの？ちょっと、あとで結果だけ見ます。ゾムの方ありがとう。前より距離感近く感じる？それ？じゃあよかった。こんばんは、どうも。ゾムの方ありがとう。こんばんは。二度目の方もありがとうございます。パタコさん、ファンレベル8ありがとう。ねえねえ、なに？ねえねえ、なに？ゲームネーム？キム 200%？ こんばんは、とも。うん。おいしない間にご飯。でも何も買ってないから。とりあえず、見てみようかな、ウーバー。でも、まあ、頼んだところでさ、来るの多分さ、始まっちゃうじゃん、配信が。だから。んー、最後の枠が終わったらかな。アップデートしよう、いつ。なんだっけ、こんな。こんなんだよ。なんか。じゃだっけ TikTok の次はもぐもぐ配信はしない。うん、配信終わってから、最後のワーク終わってから食べようかな。こんばんは。元気時代は深夜の深夜ワークの配信が多かったからなかなか目に食わなかった。あ、そうなの？ありがとうね、たくさん来てくれて。今いつもの方、二度目の方ありがとう。みんな上がってる。ファンレベルタククさんファンレベル6、アタムさんファンレベル5、ナシエッティさんファンレベル5ありがとう。いつもの方もありがとう。次が次20時だから、20時だから今のうちに。あ、そうなの？じゃあ一緒の時間だね、始まる時間。こんばんは、ハズムの方ありがとう。やばい、今頼みな。ちょ、携帯どっか置いてきちゃったちょっとどっか置いてきちゃった。アズミルこんばんは、とも。ちょ、方も久しぶり、久しぶり、やっほー。どうも。だいぶ近づいた差が。ありがとうございます。うん。あつもの方たくさんありがとう。フォローもありがとうございます。情報技術研さんファンレベル9ありがとう。うん、ノロマンさん、レインボーさんたくさんありがとう。ありがとうございます。スマホ鳴らす？鳴らしてくる。鳴らす？鳴らす？どうやって鳴らすんだよ。って鳴らすんだよ。こんばんは、どうも。やほー。うん。抜いたかな。うん、どうだろう。抜けてそうだね。まだ更新待ちか。
1まであとちょっと1600ぐらい。何分前になったらランキングいますね。今日もシエティさんもレインボースターありがとう。ネロさんファンレベル7、 KT さんファンレベル5、ありがとう。楽勝、まあ確かにね、楽勝ではないかも。次の枠が多分一緒の時間だから、これが最後じゃないかな、この枠。次のメタクの屋外開催争奪戦、それはそれ出るつもりないな。ちょっとやるつもりな、深い。いや、デッドヒートになるかな。アトムの方ありがとう。ノブさんファンレベル5、メイさんファンレベル5、ありがとうございます。おでんたい焼き、おでんたい的おでんたい焼き、何言ってるんだよ。ネクサーさん、レイボスターありがとう。裏剣でお殴られ会をするですよ、お願いします。お殴られ会、何言ってるんだ。何言ってるんだ。次ね、デッドヒットなりそう、確かに。でも一時10万ポイント差つけられた。あ、そうだったっけ、10万ぐらいあったっけ。強いよ。こんばんは、二度目の方ありがとう。どうも。うん。うん。ありがとう、一位。ありがとうございます。ありがとう。みんなありがとう。一位逆転。ありがとうございます、ありがとうね、やったー、ありがとう。イベントお疲れ様でした。早いよ。あともう一回ある。こんばんは、テラヒロさんファンレベル6、ありがとう。てっぺんはタムが2分。てっぺん取ろうか。てっぺん、ありがとう。みんな位置に戻してくれて、ご飯食べて早く寝よう。確かにご飯早く食べなきゃ。100ポイント100キラ、ありがとうございます。相手はリスペクトしようか。相手リスペクト大事よ、大事だから。こんばんは、おいちゃんさんファンレベル7、ゆーティーさんファンレベル7、エルフさんファンレベル6、ありがとうございます。こんばんは、どうもー、やっほー。抜けつ抜かれつ、次が最後、そう、次が最後の戦い、勝つぞー。ありがとうね、たくさん。よいしょ。しかも枕イベントだけに、最後に枕れるの。枕イベントだけにならないようにしなきゃな。これはデッドヒートね、なりそう。同じ時間っぽいから強いしめることか。頑張れ、ありがとう。白、これなんて読むんだ、白なんちゃらさん。まずい。アンレベル5、ありがとう。いつもの方もありがとう。うまいこと言わんでいいんですよ。まくり返す。座布団のギフト、あ、なかった。座布団ギフト、言わなきゃな、ショールームに。追加してください。いや、ここはマクラーレンだよ。もうみんな、いいのよ。あ、詐欺ってことか、白詐欺さん、あの、ワンレベル5、ありがとう。ギャギャさんワンレベル7、ポコさんワンレベル6、ありがとう。
こんばんは。いつもの方もありがとう。これはもうもぐもぐ配信からの宿題にするか。配信いや食べるもんないのよ。なあな、大喜利大会になっちゃった。急に始まっちゃった。2度目の方ありがとう。9月も引き続き可愛いね。配信ありがとう。こちらこそありがとうね。明日からのイベントはご当地ラーメン争奪戦で、明日からもちまだ考えてない、どれにしようかなと思ってるところです。ズームの方ありがとう。あ、山田くんだ、あと1枚私に言ってる。なんか枕投げ配信で、どんな配信、一人で枕投げ。いいよくない。アゾムの方ありがとう。一生可愛いです。毎日来てくれてありがとう。ありがとうね。いつもありがとう。うん。ピュアコンさんファンレベル7、ありがとう。二度目の方、アゾムの方もありがとうございます。商店これのやつ。ダウト。食べとないよ、うちの家。金さんファンレベル5、高橋さんファンレベル9、ありがとう。ファンレベル9の方多いんじゃない？ 9。 本拠方もず30何人とかで。嬉しいよ、ありがとう。まあ、37人、ありがとうございます。いつもの方ありがとう。おう、初見です。違うでしょ、あなたは。見てみたいのが焦点、私がそういうこと思ってくるの。してみたいけど。掃除終わった？あ、掃除してたの。疲れ様、疲れ。こんばんは、どうも。まだくんを殺らせると特段ね、座布団募集される。オープ、裏オプション、座布団募集。私が怒らせると取ることある。よかった、水38に、ありがとう。プッチーニさん、今月もありがとうございます。ありがとう。初見なのかもしれません。初見じゃないです。あ、初見じゃないです、合ってる。初見なのかもしれませんわ。じゃあね、見じゃないよ。なんだろう、ちょっとやばいな。まだガラガラ。初見ではありません。もし間違いか。やってんの、山田くんは元アイドル。あ、そうなの？そのこと。なお、突き飛ばされるかもしれません。突き飛ばされる。どういうこと？庶民です。庶民なの？何、庶民です。あつもの方に、飲めの方ありがとう。こんばんは。好きに飛ばされる、怒らせたら怖すぎだろ。どんだけ飛んでいくの。庶民は王様に勝ちますか。庶民は王様に勝ちますか。何の話。何の話よ。こんばんは、どうも。初詣の方、二度目の方、ありがとう。うん。今日この枠は、時間書くの忘れたな、テロップに。この枠は、19時までやって、この後20時からまた、イベント終わるまでする予定です。1時間空いて、タク乗せてた、テロップ時間、今気づいた。初音の方、2度目の方ありがとう。
怒らせると海に沈められる。怖すぎ怖すぎ。もう時間、本当だ、56分早いね。10枚1時間6分になるので、却下。そんなそんな57分、ありがとうね。早い、あっという間。じゃあランキング見かな。13位からランキング見たいと思います。イベントは9時過ぎに終わり、イベントは21時59分までです。10時まで、21時59分59秒まで、10時までですね。2時間は配信する、2時間ちょい配信する感じかな。次の曲13位からランキング見ますね。13位、ネズミキャンさん、ありがとうございます。12位、まぼろしさん、ありがとうございます。あ、11位、香港の春馬さん、ありがとうございます。10位、キョンシーさん、ありがとうございます。9位、ピュアコンさん、ありがとうございます。8位、133、ありがとうございます。7位、モスさん、ありがとうございます。6位、キッシーさん、ありがとうございます。5位、ネクサーさん、ありがとうございます。4位、松崎さん、ありがとうございます。はい、スピーナさん、ありがとうございます。2位、神田もやすさん、ありがとうございます。そして1位がフロマーさん、ありがとうございます。ありがとう ありがとうございました。よいしょ。ありがとう。逆転大中にしてくれてありがとうね。と、次の枠は20時からする予定です。よかったらまた見に来てください。明日は何時配信ですか？明日は夜1回かな、多分。月曜だもんね、明日。なんか、ぬだめもう一回飲めとこうかな、後で。二度目の方も、ありがとう。7時だ。じゃあ、そろそろ、一回終わって、また後でかな。じゃあ、ありがとうございました。また、1時間後、20時からの配信で。ありがとうね。バイバイ。またね。ありがとうございました。また後で。バイバイ。